2024年1月11日午前3時、日本時間午前10時までに調べたウクライナ中東の戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に注目したい事柄、トピックスをお伝えします。1月10日のハイライト。10日、日中は前線で合計42回の戦闘が発生しています。ロシア軍はアウディーウカ、マルインカ方面で激しく攻撃を行ってきていますが、ウクライナ軍も局地的な反撃に出ており、ロシア軍が数週間かけて前進した地域を1日で奪還しています。詳しくは地域別戦況報告で。ロシア軍の損失に関わる報告。戦死した兵士の数800名、7日間平均756名と、ここ数日同じような数値が続いています。航空機を含めた損失額は3367万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は56台、7日間平均の損失台数は77台となっており、主要兵器の損失数は無人機11機、戦車2両、砲銃2門、多連装発射機2門、装甲車両13両、非装甲車両23両、対空システム1台となっています。失われた将兵の人数の割には、地上装備の損失は少なめです。空爆に関する報告。ロシア軍の空爆回数は52回、7日間平均は49回となっており、平均的でした。ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対して9回実施されました。長距離打撃兵器に関する報告。ウクライナの長距離ロケット、ジーマーズ、エイタクムスなどによる攻撃は、ロシア軍の集結地、あるいは基地に対するもの2回、砲兵システム目標1回の計3回実施されました。天候に関する報告。2024年1月10日から11日、西部、北部、東部で時々小雪が降る一方、南部はほぼ曇り。風は西南西から吹き、毎秒5から12メートル。最低気温はマイナス6度。1月12日から14日、金曜日から日曜日。西部、北部、東部で時々小雪が降り、南部は曇り。最低気温はマイナス16度。金曜日には最低気温がマイナス16度まで下がるようですが、もっと下がってくると思われます。ロシア経済の指標。1ユーロに対して 98.70 ルーブル。前日終わり値は 98.06。前日より 0.64 ルーブル安い。1ドルに対して 89.90 ルーブル。前日終わり値は 90.90。前日より 1.00 ルーブル高い。1円に対して 0.62 ルーブル。前日終わり値は 0.62。前日と同じ。ロシア側での爆発、炎上。占領下のビルジャンシクで爆発があったと報告されました。防空活動が活発に行われていると伝えられており、ロシアのチャンネルは UAV の活動を報告しています。ロシアのチャンネルは複数の UAV が撃墜されたと主張していますが、被害については報じていません。
ウクライナの無人機がロシアのエンゲルスにある軍用飛行場を攻撃しようとしました。アストラによると、無人機2機が撃墜され、エンゲルス飛行場の敷地内に落下しましたが、被害は報告されていません。ロシア国防省は、サラトフ地域上空でドローンが撃墜されたことを確認したと発表しています。ウクライナ側での爆発・炎上。ハルキウでは児童保健センターが被害を受けました。医療棟と食堂棟は破壊され、施設の敷地は被害を受けました。幸いにも死傷者は出なかったようです。使用されたミサイルはロシアの S-300 ミサイル2発でした。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。クピヤンシク方面。ロシア軍は、シニキウカ付近でウクライナ軍陣地を突破しようと試み、5回の攻撃を行いましたが、すべて撃退されています。ロシア軍は他にペトロパブリウカに空爆を行っています。ロシア側からの映像です。クピヤンシク方面でロシア軍渋滞がクラスター爆弾の砲撃を受けた瞬間が撮影されています。戦車や装甲車の上に乗っていた歩兵が慌てて車を降りて展開していますが、多数の死傷者が出ていた模様です。スバトベ方面。この方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報がありませんでした。クレミンナ方面。ロシア軍は戦術的位置を改善しようとしてテルヌイの東側で攻撃部隊を投入してきましたが、攻撃は失敗に終わり撃退されています。ロシア軍は他にセレブリャンシケの森のウクライナ軍陣地を空爆しています。シベリシクリシチャンシク方面。ロシア軍はこの方面でベセレのウクライナ軍陣地を突破しようとして2回攻撃を行いましたが、攻撃は失敗に終わり撃退されています。東部バフムト、アルチェモスク方面。バフムト市内およびその周辺の戦況です。
ロシア軍はクリシチーユカに対して攻撃を1回のみ行いましたが、撃退されています。東部ドネツク市方面北側、ロシア軍はノボバフムチウカ付近 B アウディーユカの東 D セベルネ E で9回に及ぶ攻撃を行いましたが、攻撃はすべて失敗に終わっています。ロシア軍は他にペルボマイシケの南 G とネベルシケ H で10回の攻撃を行いましたが、これもすべて撃退されています。ステポベ付近ではウクライナ軍の反撃が行われており、一部でロシア軍を線路の東側まで押し戻しています。ロシア軍は数週間と莫大な損害を出しながらもステポベの東側に進撃していましたが、その数週間の時間と多大な犠牲を払って奪った地をわずか1日でウクライナ軍に奪還されました。東部ドネツク市方面南側、マルインカ・ノボミハイリウカ付近でロシア軍はウクライナ軍の陣地突破を企て7回の攻撃を行ってきていますが、すべて撃退されています。ロシア軍はその後ノボミハイリウカ付近で20回もの激しい空爆を行いました。南部ザポリージャ州方面、ベリカノボシルカ攻撃軸、この攻撃軸ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報がありませんでした。オリヒウ・オレホバ攻撃軸、ロシア軍はロボティネとベルボベの西で計4回の攻撃を行い、その際にベルボベの北でグレーゾーンに侵入して支配地域を増やすことに成功しています。南部ヘルソン州方面、ロシア軍は10日もクリンキ付近で攻撃行動を10回にわたって行いましたが、攻撃はすべて失敗に終わっています。この日も装甲車両が数両破壊されています。ヘルソン地域の左岸を占領したクリンキでロシアの BMP が破壊されました。中東イスラエル及びシリアの状況、イエメンのフーシ派が公開で米海軍艦船に大規模なミサイルと無人機攻撃を開始、英国と米国の海軍はイエメンから海上貿易ルートに沿って発射された20機以上の無人機と
ミサイルを撃墜した。ネクスタ TV の報道からです。近藤が他の情報源から得た情報では、無人機18機、対艦ミサイル2発、対艦弾道ミサイル1発の計21発であったとされており、しかも対艦弾道ミサイルは撃墜されたわけではなく、あさってのところに着弾しただけのようです。そろそろアメリカが風刺波を叩くのではないでしょうか。巡航ミサイルで風刺波のミサイル発射機や格納庫、指揮所などを攻撃する可能性が高まっています。イスラエル軍は10日もヒズボラの軍事施設などを空爆しており、ヒズボラ側に犠牲者が出ている模様です。ガザ地下に大規模な武器製造拠点、イスラエル軍発見。イスラエル軍は8日、パレスチナ自治区ガザでこれまでに発見した中で最大とする武器製造拠点を報道陣に公開した。地下の作業場では、イスラエル北部を攻撃可能な長距離ミサイルなどが製造されていたとしている。ロイターの記事からです。武装民兵組織ハマスがガザを拠点としている限り、武器工場もガザにあると推定されていましたが、今回今までで最大とされる工場が見つかったことにより、イスラエル側の予測は的中しています。工場の場所はガザ中部のブレジ地区とされており、この工場に通じる巨大エレベーターなども発見されており、かなり大掛かりな工場となっていました。このことから、ハマスを支援する組織も、かなりの大物の個人か、組織が複数あったであろうと推定されています。ガザ地区では、北部、中部、南部で、掃討作戦が継続されており、空爆や砲撃も続いています。次に注目したい事柄です。情報に詳しい安全保障筋の話として、イランがロシア向けに新型攻撃用無人機を開発し、地対地ミサイルも供与に近づいているようだと報じた。シャヘド107無人機は車両から発射でき、最大射程は 1500km です。スカイニュースの記事からです。このシャヘド107は、ハイマースや M270 などの米国製多連装発射機や、
地対空ミサイルランチャーなどを自動検出して優先的に攻撃する能力を持っているとされており、事実であればウクライナ軍には大きな脅威となるでしょう。またイランは自国製地対地弾道弾を間もなくロシアに供与するようです。ロシアはウクライナが弾道弾を迎撃する手段としてパトリオットミサイルしか持っていないことを利用して弾道弾によるインフラへの飽和攻撃を計画している可能性が高いです。パトリオットはPAC-3 弾で弾道弾を迎撃できますが、迎撃範囲はランチャーから半径 25km 以内となります。ランチャーを広範囲に展開させて守備エリアを広げることはある程度はできますが、飽和攻撃に弱くなります。ロシアは今年、新型の滑空爆弾ドレルの連続生産を開始する予定。この新型クラスター爆弾は EW、電子攻撃耐性があるとされ、15発の小弾が滑空飛行経路を利用して、より遠くにある目標を選別して、単独で飛翔することができる。ロステック社の報道発表を引用して、タス通信が報じています。電子攻撃耐性とは、おそらく、ロシア版 GPS、グロナスの電波撹乱などに対応しており、電子妨害下でも命中度が高いということを主張したいのだと思われます。とすれば、複数の GPS を使っていたり、高精度な管制誘導装置を搭載していたりするのかもしれません。NORC による新たな調査では、プーチン政権とウクライナ戦争に対する国内での強い支持を維持していることが判明した。参加者の 63% が戦争を支持し、64% がこの戦争をロシアと西側諸国の間の文明闘争とみなしている。この数字をどこまで信用すればいいのかわかりませんが、正しい数字だとしたら、プーチンだけの問題ではないと思いますので、一度、徹底的に、ロシアを叩いた方が良い気がしますが、どう思われますか？核を持っているので、簡単ではないでしょうが、本当に、ロシア国民がこんなに支持しているなら、目を覚まさせないと、同じことを繰り返します。1月4日に続き、6日のミサイル攻撃においても、ロシアは北朝鮮の弾道ミサイル数発をウクライナ領土に発射した。これは、米国家安全保障会議の調整官、ジョン・カービー氏が記者会見で述べた内容です。北朝鮮は、総額10億ドル相当の武器を売却したとされており、通常の砲弾やロケット弾以外に、地対地弾道弾も含まれているとアメリカは判断しています。北朝鮮はさらに武器弾薬を送る準備をしているとみられ、恒常的な取引になる可能性が高いでしょう。ロシアは自国の生産能力にプラスして、イランと北朝鮮、ベラルーシなどの生産能力も活用して長期戦に持ち込み勝利を目指すと思われますので、大統領選終了後に大規模な動員をかけるでしょう。西側は武器弾薬の支援すら満足にできていないのに、ロシアが体制を固めてくるとウクライナはかなり厳しくなってきます。西側は重砲弾だけでなく最先端兵器の大量供与を本気でやっていかないとウクライナは持ちません。航海での船舶に対するイエメンのフス派による攻撃により、世界のコンテナ輸送コストがほぼ2倍になったとウォール・ストリート・ジャーナル紙がコンサルティング会社
ドリューリーシッピングコンサルタンツのデータを参照して報じた。安全な航路に変更するなどしており、輸送コストが大きく跳ね上がっているとの情報はありましたが、2倍とはまたかなり大きな数字です。日本でも欧州からの輸入品は値上がりする可能性があります。ロシアは武器禁輸にもかかわらず北朝鮮との協力から注意をそらそうとしています。それが国連安全保障理事会で多くの会議を招集する理由です。米国はまたロシアがウクライナ領内で北朝鮮のミサイルを繰り返し使用していると非難しています。国連は本当に何の役にも立ちません。こんな組織に毎年拠出金を払っても無駄です。もういらないのではないでしょうか。近藤はいらないと思っています。重傷を負ったウクライナ軍兵士の数は過去数週間で 1.33 倍に増加した。ドニプロの医師は、彼のチームは1日に最大100件の外科手術を行っていると語った。そのうちの重要な部分は切断です。ABC ニュース。ロシアの人海戦術でロシア側の被害は 1.5 倍から2倍近くに増えていますが、ウクライナ側も 1.33 倍に増えているようです。ウクライナ側はロシアに対して戦死者比率1対7とか1対6という数字を聞くことがありますが、実際の数値は分かりません。ただロシアが3倍より少ないのは間違いないと言われており、それを合わせて考えると1対3から1対7の間ということになりますが、数値の開きが大きすぎて信憑性がありません。いずれにせよ、ウクライナ側の重傷者が増えているということは戦死者も増えているということになるかと思います。金正恩氏は軍事的挑発があれば韓国を破壊すると脅した。韓国を私敵と呼び、戦争を避けるつもりはないと述べた。韓国メディアからです。いつも通りの脅しですが、今年は小規模な軍事行動を伴う可能性があり要注意でしょう。理由は内部でも述べましたが、ロシアへの武器弾薬の輸出で余裕ができたので脅しをかけてさらに韓国を揺さぶりたいのだと思われます。日本に対しては弾道弾の発射と場合によっては核実験を行ってくる可能性があります。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。